バージルアブローは、アメリカ合衆国イリノイ州、ロックフォード出身のファッションデザイナー、実業家、建築家、ディスクジョッキー。バージルアブローは、1980年9月30日に、イリノイ州、ロックフォードに、ガーナ系移民の子として生まれた。ウィスコンシン大学マディソン校を経て、イリノイ校科大学大学院に進学し、大学院在学中に、 レムコールハース設計の建築中の建物の影響でファッションに興味を持つようになり建築を学びながら T シャツをデザインするようになった。アブローはシカゴのプリントショップでデザインを手掛けている時にミュージシャンのカニエ・ウェストと初めて出会った。2009年にフェンディでカニエ・ウェストと同じクラスでインターンを務めた。フェンディの仕事を通じてフェンディの CEO で ルイ・ヴィトンの CEO でもあるマイケル・バークの目に留まる。2009年後半、アブローとウエストの仲間であったストリートファッションデザイナーのドン・シーは、シカゴにある RSVP ギャラリーと呼ばれる小売店を立ち上げたが、アブローは自身のスタイルで店内のデザインを行った。1年後、ウエストはアブローを彼のクリエイティブエージェンシーであるドンダのクリエイティブディレクターに任命した。 2011年には、ウエストは、アブローに、JZ、ウエストアルバムウォッチザ・スローンの芸術監督を務めるよう依頼した。2012年、アブローは、最初の会社である、パイレックスビジョンを立ち上げたが、1年後に会社を閉鎖している。2013年にハイエンドのストリートブランド、オフホワイトを立ち上げた。イタリアのミラノを拠点とする、オフホワイトは、 アパレル界で注目を集めるようになり、パリ、その後は中国、日本、アメリカに事業を展開していった。デザインはホワイトの大きな文字や斜めや交差した太い線などが特徴となっている。アブローは2014年に婦人服ラインを立ち上げ、パリコレクションで作品を披露した。アブローは東京でオフホワイト発のコンセプトストアを立ち上げ、同社の家具部門である。 グレーエリアを立ち上げた。2017年には、ナイキと共同で、ザテンというタイトルの新しいコレクションをデザインを依頼され、同社の様々なベストセラーシューズを再デザインした。ナイキ以外にも、イケアと提携して、アパートや家具を設計も行っている。2018年3月25日、アブローは黒人としては初めて、 ルイ・ヴィトンのメンズウェアのクリエイティブディレクターに指名された。ありがとうございます。